宇宙戦艦ヤマトやタイムゲルリバースの実機画面をお披露目、 QTE の始祖タイトー LD ゲームコレクションを遊ぼう。やっぱということでお腹が空いてきましたかね、皆さんいかがでしょうか。改めまして番組 MC の青木瑠璃子です。よろしくお願いします。そして、ファミ通のタイトーズキッコーことデデオです。タイトーはあの、はい、今年ねあの、うん、70周年、うん、僕はもうすぐ50周年です。 おめでとうございます、はい、ありがとうございます。どちらもそして、はい、はい、タイトーでタイトー LD ゲームコレクションのアシスタントプロデューサーをしている、富山と申します。よろしくお願いします。お願いいたします。ということでここからはタイトーから2023年12月14日に発売予定の任天堂スイッチ向けソフトタイトー LD ゲームコレクションの最新情報をお届けしていきたいと思います。ということで、そもそも知らない方も多いと思うんですけども、まあ、私もその一人なんですけどLD ゲームってどういったものなんでしょうか。 LD ゲームどっから説明する。まず LD からですよね。、うん、LD ご存知ですか。 LD っていうのは何ですか。あーレーザーディスク、このくらいの。あレーザーディスクですね。映像が入っている、はい、あそれは知ってます。はい、そうですね。 LD の、はいはい、この当時のゲームで、はい、この LD の映像とこのゲームの、ドットグラフィックを組み合わせた、はい、ゲームがあったんですね、はい、それがいわゆる LD ゲーム、うん、でそこで、まあ、ゲーム性というのがですね、まあはい、今でいう QTE、はい、今のゲームでもよくありますね。そうですね、はい、うんうん、が主なゲーム性になってました。大体、はい、LD の映像と、はい、QTE これだけ覚えていれば大丈夫です。あ、分かりました。LD の映像と QTE、 ありがとうございます、はい、ということでそんな QTE の思想的なものということなんですけど、より分かりやすくしたスライドをご用意いただいたということなので、はい、プレイの前に改めてチェックしていきたいと思います。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあスライドお願いします。はい、はい、まずタイトル LD ゲームコレクションの、収録タイトルはこの、こちらに映っているタイムギャル HG リマスター、宇宙戦艦ヤマト HG リマスター、忍者ハヤテ HG リマスターの 3作になっております。 HG リマスターで3本入ってるんですね。そうですね、うんうん、綺麗になってます。盛りだくさん、はい、じゃあ次のスライドお願いします。まあ、先ほど繰り返しになりますけど、はい、レーザーディスクゲームとは、はい、まあ、80年中頃に、ですね、まあ、ちょっと結構この LD ゲームが流行った時期短命だったんですけれども、うんうん、まあ、映像と基板から出る、ドットグラフィックを組み合わせたゲームですね、はい、うん、でこのスクショを、3枚並べましたけど、これ80年代そう84年、83年、84年と、はい、うんうんうん、右が2つが、そうですね、あの、チャックン、まあ、全部タイトルのゲームなんですけど、うんうん、チャックンポップとベンベロベ、あ、チャックンポップ大好き。そうですね、僕はベンベロベが大好き。そういったね、チャックンポップとかベンベロベとかドット A のゲーム、そうですね、見てわかるイメージですね、そう、むちゃくちゃドットドットしてますよね、はい、で同じ年に同じ頃に出ていた忍者ハヤテ、一番左のスクリーン、はいはい、どうも手書きのアニメが、これもアニメですよね。そうそう、なんかアニメゲームゲームって並んでる感じがする。そうですね、うん、でもゲームゲームゲームなんですよ。時代が一つだけ違うような気もしますが、全部ほぼ同じ時代に出てましたと、はいはい、あと早瀬さんがだいぶ水に浸かってるのも気になりますけども。そうですね。やってみると分かる。はい、じゃあどんどん行きましょうか。次のスライドお願いします。はい、はい、そして LD ゲームの QT とは、まあ、そもそも QT っていうのはクイックタイムイベントの略なんですけども、はいはいはい、覚えて帰りました。、はい、いつも忘れちゃいます。そうですね、あの、まあ、さっきこのポリゴンゲームはよくありますけど、はい、まあ、何らか画面にこうアクションの、表示が出て、それに入力、その入力を、まあ、言っていない、結構このタイミングが厳しいんですけども、うん、成功すると、成功画面、失敗すると失敗画面になると、うん、LG の場合はそれが全部アニメーションで、そうですね、表示されると、うん、ここにスクリーンショット3つ並びましたけど、まあ、左がこう、まあ、恐竜に襲われているアクション入力が、まあ、左にレバーを入れろ、矢印左手で出ますね、はい、これで左に入れると、タイミングよく成功すると距離から逃げると、失敗すると潰されちゃうんですね、このシーン、うんうんうん、ちょっと失敗シーンも可愛いですね。そうですね。確かにポップですね。はい、が QT で、まあ、QT が LD ゲームと関係があるということでございます。はい、はいはいはい、じゃあ次のスライドお願いします。はい、そんなタイトル LD ゲームコレクション通常版は、まあ、先ほど申し上げた通り、この3タイトルが入って、今年の12月14日、12月14日、はい、はい、税込み9608円で発売予定でございます。まあ、それぞれですね、あの単体の、ダウンロード版も4180円で、発売されますけれども、個別に買うより、まあ、パックで通常版の方が安いと、はい、ということでございます。はい、はい、ありがとうございます。
なるほど。まあでも3本も、うん、あの入ってすごい熱いですけど、あの僕やっぱ当時小学生だったんですけど、はい、まあ、タイムギャルは当時ちょっとやったことあるんですけど、他の2作品はあの近所の行きつけのゲーセンとか駄菓子屋さんに置いてないですけど、ゲーセンにはなくて、まあ、今回 HD リマスター版を機会に遊んでみたいと思うんですけど、はい、ぜひ。そうですね、僕もちょっと田舎ではこうですね、ヤマトだけ入らなかった、はい、やっぱ地方によって違うんですね、はい、まあ、そうですよね、ゲーセンのそういうアーケード系のゲームって場所によってはってことなんですね。はい、はい、じゃあ次のスライド忍者入ってお願いします。はい、はい、まず収録タイトル第1本目、忍者入りました。これはですね、斎藤のレーザーディスクアニメーションゲームの第1弾、第1弾はこれだったんですね、アニメーションをゲームにしたやつ。ああ、じゃあ結構記念作品なんですね。そうですね、遊びたいな、はい、遊びたくなってまあこの忍者軍団と、このさられた、戦ってさられた姫を助けるというゲームになっております。はい、QT の連続で素晴らしいアニメーションが連続で展開されます。はい、じゃあ次のスライドお願いします。続いて宇宙戦艦ヤマト、ハイパーヤマト、はい、はい、今回水色になりますので、はい、そうですね、第2弾、はい、これがですね、まあ、当時宇宙戦艦の大ブームを起こしましたけれども、そんなところ、1983年だったかな、まあ、この宇宙戦艦ヤマト完結編というのが映画で公開されて、そのストーリーをベースにしたゲームになっております。はい、いや、今遊びたいな。いや、だってね、その当時の映像ってそれだけで、もう見てるだけで楽しいじゃないですか。ゲームになるってことですもん。ゲームです。そうですね。私も見たいな。ちょっとも遊びたいって。遊びたいですね。てるんですか。はい、どうですか、片山さん。見れないですか。はい、ちょっとそう言うと思って今回実況用意しております。マジっすか。ありがとうございます。やったー、はい。ということでね、やっぱデデオさんにやっていただかないと。はい。じゃあいいですか。はい、お願いします。画面のもう出てますからね。うん、はい。はい、じゃあ。HD リマスター、はい、プレス NE ボタン、じゃあちょっと押してみましょうか、うん、お願いします。はい、うん、はい、アーケードモード、うんうんうん、いろんなモードが、はい、わー、これ80年代のゲーム、うん、なんか、あー、これ熱い、すごいなちょっと歌うとちょっとやばそうなんで、そうですね、歌いたいの我慢してますけどいやいや、もうね、だってなんか当時がとかじゃなくて、はい、このアニメの映像にゲームのこれが載ってるって、すごいですね、すごい不思議な感覚。プッシュスタートボタンが乗ってるのが、そう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 、これはこうアーケード版だと、これはコインを入れる前の新しいデモ画面ですね、はい、すごいエネルギー充填 120% 打ちましたよ打っちゃいましたね、はい、綺麗だな、ちょっとコインを入れろ、じゃあコイン入れてますんで、はい、じゃあちょっとやってみましょうか、はい、QTE のね、イニシエの QTE やってみます。お願いします、はい、結構コメントで難しいゲームだったみたいなコメントだったんで、グッドラック。お、これどっからですか。セリフ聞きましょうか。起きた艦長、大五郎さんの声ですよ。発信です。え、じゃあもう当時撮ったままそうですアニメーションの方はってことですか。もうゲーム始まってますからね。あ、これゲーム、そうか、ゲームなんだ。気をつけないと。はい、どうだ、 QTE が来るんですか。来た。やべえ。え、あ、今ここちょっと一瞬遅れました。一瞬遅れた。発信失敗してるじゃないですか。左下にこう残機がいるんで、今 2になっちゃいました。そうですね。アニメ見ちゃうに。じゃあちょっと、じゃあ次。アニメ。まあ残機いますんで、じゃあ。本来ヤマトはまあ1席しかないんですけど、はい、このゲームでは3席います。あ、よかったです、3席。じゃあちょっとステージ選びましょうか。変わり方でいきましょう。やっぱシューティングはいいですよね。シューティングはいい。じゃあ、どれですか。宇宙空洞、違う。猿王星に行ってみましょうか。猿王星空域、はい、うん、ちょっとね、いきなり、あ、撃てる、おー、ブーブー、はいはいはい、あ、早く撃てよし、すごいな、あ、やめ、来てどういうことなんですか、これ。よし、あれ撃たないとまたミスしますからね、ミスってか、やられますから。それと合わせてゲームになってるって、なんか今日破壊されちゃいますからね、失敗する、すごいな。あ、やべ、来た。環境の視点ですよね。はい。やべ、来た。うまい、うまい。ああ、ねいきなり食い打ち。元気ますね。やべ、危ねえ、焦る。よし、今んとこいいぞ。いいぞ。やれてますね。あ、危ねえ。あ、環境が。またヤマトが。
カジュアルにやられていくな。病院の貴重な命が失われましたよ。こうヤマトがヤマトもう2席や落ちた。そんなことあるか、あるのか。柔らかいですね、だいぶこのヤマト。ハイパー放射ミサイルを持って撃滅せよ。ハイパー放射ミサイル、なんだって。お、ハイパー放射ミサイルも一発食らったらもう終わりですよ。大丈夫だった。大丈夫だった。正面正面正面。おー、すごい。失敗したらちょっとコンティニューもしたいですどうなんだ、うんうん、もう残撃なんだ。そう、次やられたら。そうですね、もう地球も終わりですね。やばい、地球守るぞ。イスカンダルへ行くんだ。突撃に失敗してるから、ね、はい、あ、危ねイスカンダルは出てないですよ、このゲーム。そうなんです。お、無事クリア。あ、ナイスプレイ、ナイスプレイ。もうちょっとぐらいやれます。もうちょっと。そうですね、もうワンシーンやってみますか。宇宙空洞か、宇宙空洞行きましょうかね、うんうん、はい。あ、コスモタイガー、これなんだろう。あ、コスモゼロ、コスモゼロ、コスモゼロ。映像がなぁ。あ、危ない。おー、びっくり。これちょっとやべ、激しい激しい激しい。しかもすごい綺麗。あ、危ない危ない危ない。うまい、うまい。さささささ、危ない危ない危ない。左左左。危ない。あ、危ない。あ、まだ来る、まだ来る、まだ来るよ。あ、まだ来る。やべやべ。やべ、休んでる場合じゃない。宇宙空洞危険ですね。やべやべ。はい。でも撃ち落とせ。撃ち落とせ。よしよしよし。危ない危ない。いや、うまい。俺うまい。さすが。いいっすね。よっしゃ、生き延びた。まだ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 。あいつも、あいつも、よし。おー、やったか。おー、ナイスプレー。やりました。ちょっとこのままクリアしちゃうと、この終わってしまうんで。あ、ちょっと僕、やばいっすね。この辺までですか。あの、そうですね、ジェイドさんが上手すぎましたね。ちょっとね、あの、保険かけて、あの、コンティニューし、あの、やばかったらコンティニューしますぐらい言ってたんですけど、このままいけそうでしたね。ちょっと。本当発信するときね、いきなりしくったの、ね、そうですね、あの、はい、デジョさん甘く見てました。よくリマスターできましたねって言ったら変ですけど、すごいですね。すごいですね。ありがとうございます。のハードルがあったんですけど、なんとか読み出せることができます、うん、はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、続きの紹介も本をお願いしてもよろしいですか。はい、はい、じゃあ次のスライド、スライドに戻っていいですか。いや、ちょっとまだね、はい、息が上がってますけども、はい、うん、じゃあタイムギャル来ましたね、はい、はい、これはみんな大好き、タイムギャル、タイムギャルエッジリマスター。これ3本目、あ、3作、3本目の3作目ですね、はい、はい、これはですね、主人公のレイカがアクトルーダを持って、うん、こういろんな時代にこうタイムトラベルして、アクトルーダを取られるためにこう戦っていくと、戦っていくというですね、うんうん、戦うシーンもあるか、うん、はい、キューティーを繰り返して、進んでいくというゲームでございます、はい、はい、これですね、やっぱりこうずっと動きっぱなしのアニメーションで、これ結構、まあ、30分そうですね、この一本のアニメ作品としてもすごいこう作画も多い、当時としてもすごい作画もですね、豪華スタッフが参加した、素晴らしいアニメゲームになって、主人公が人気だった。そうですね、主人公レイカ、これはこう、あの、ですね、宇宙戦艦ヤマトはまあいろんなハードルがあって、はい、今回初移植なんですけど、はい、もうタイムギャラは何回も移植されてるんですね、はい、やっぱ判件的なハードルも。あ、そうですよね、まあ、そうですねそれもありますしね、はい、今もそうですね、あのサイトのアプリにもなってますし、はいはい、今でもスマホで遊べます、はいはいはい、じゃあ続いてですかね、スライドでは、はい、ありがとうございます、はい、はい、はい、今回の、はい、次の、はい、今特装版の紹介でございます、はい、うん、お得なやつですね、はい、いろいろいっぱい流行ってます、はい、通常版に加えて特装版もあります、はい、特装版も、同じ日に12月14日に、19,580円で、されます、はいはい、この限定特典は、まあ、この後一個一個紹介しますけど、こんなにいっぱい特典が入っております。はい、すごい、じゃあ一個一個コレクターにはたまらないですよこれ。一個一個紹介していきましょうか、はい、次のスライドお願いします、はい、まずはタイトルエディーゲームコレクションスペシャルブルーレイディスク、お、まあ、これが何かというと、はい、まあ、最初に説明しました LD ゲームの LD、 この LD、 LD ゲームの LD ってそのまま当時の LD プレイヤーに、で再生したら、うん、ずっと延々アニメが流れるんですね、はい、あのゲームができない、LD がそのまま入ってるんですね。そうそうそうですね、あ、なるほど、はい、ゲームはできないんですけどそのまま映像がダーッと流れる、うん、それが
このブルーレイに全部入ってるとなるほど、アニメ本体だけで楽しむことができるみたいな、そうですね、そんな感じですね、はい、うん、LD の映像とゲームの基盤の映像ミックスされたのが LD ゲームクラック、LD ゲームですけど、はい、これは LD 側の映像だけ入ってる、それゆえこのゲーム基盤の映像は収録されておりませんと注意書きを書かせていただきました。なるほど、はい、はい、じゃあ次のスライドお願いします。はい、はい、続いて台東 LD ゲームコレクション公式資料集、うん、はい、これですね、あの当時の、台東に残されていた、LD ゲーム3作の開発資料と、おお、よく残ってますね。そうですね、うん、まあ、残ってるもの残ってないものいろいろあったんですけども、はいはいはい、うん、残ってないものはあのその持ってる方に借りたりとかデータから復刻したりとか、で、そうですね、あとは、うん、まあ、今回あの宇宙戦艦ヤマト、まあ、アニメを語るならこの人っていう方にちょっと、まあ、コラムをお願いしたりしてですね、結構読み応えがある、ページもありますので、そうですね、全80ページから始まっていボリュームたっぷりですね、うんうん、で、あとですね、このさっきこのデデオさんはこうプレイで結構スイスイ行ってしまいましたけど、はい、実際むずいですよね、はい、いきなり最初やられましたし、ね、まあその攻略方法もですね、あのこれを読むと書いてあるというところでございます、うんうんうん、はい、はい、じゃあ次のスライドお願いします、うん、はい、そして忍者ハヤテ復刻パンフレット、うん、さて、そうですね、当時のアーケードゲーム、この業者さん向けにですね、こうショーとかに、ね、配るこうパンフレットとかですね、チラシを作っていたんですけども、忍者ハヤテに関しては、パンフレットを復刻しております、はい、いいですね、嬉しいですよね、もう80年代テイストがたまんないですね、はい、はい、スライドお願いします。あ、はい、うん、タイムギャルは結構ね、まあ、人気もあったのか、結構グッズが作られていてですね、なんと当時からもポスターが2枚作られている、そしてこれ当時にあったポスターなんですか。そうですね、この左の2つの映像は、めちゃくちゃおしゃれですね、結構これがはい、すごい人気がありました。いろんなグッズ作ってほしいです、 A1 ポスターと、はい、これはアーケード向けで、この他にもですね、あの家庭用にもタイミングギャルは何回も移植されて、それ用のポスターとかもあったみたいですね、はい、まあ、これはアーケード版の移植なんで、このアーケード版の当時のデザイン、はい、ポスターの当時ものデザインですね、はい、あとミニスタンディもついてきます、うん、これ25センチ小さいですけど、うん、はい、はい、いいですね、机に飾りたい、そうですね、うん、はい、ありがとうございます、はい、そしてもう一枚あるのかな、はい、はい、はい、台東 LD ゲームコレクションデジタルサウンドトラック、これはですね、任天堂スイッチ上で、あのサウンドトラックとして、楽しめるこう曲が再生するゲームではないんですけれども、そういうアプリが、ダウンロードコードでついてきます。これ特装版だけですね、はい、特装版ならでは、はい、うん、はい、ありがとうございます、はい、ということでいろいろグッズも気になるタイムギャルなんですけども、はい、最新作も作っているというタイムギャルの最新作、あ、そうですね、特装版に伺ったんですけども、特装版にはあの、ダウンロードコードが2つ付いてて、さっき1つ目がさっきの、デジタルサウンドトラック、もう1つがタイムギャル HD リマスターなんですね、うん、はい、じゃあそっちもスライドですか、はい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 、タイムギャルリバース、これもかわいい、特装版の方だけについてきます、ね、はい、うん、タイムギャルを原作とする任天堂スイッチ専用の新作アドベンチャーゲームです、はい、おお、これはすごいですね、主人公がそうですね、レイカじゃなくてルナなんですけども、あ、髪の色緑じゃないのはレイカじゃないんですね、そうですね、あの、まあ、時代が変わって作風が変わっただけじゃなくてキャラクターも変わってます、はい、なるほど、この作ではいろんなこのです、ね、豪華声優陣も参加した、豪華声優陣、すごい豪華声優陣います、はい、うん、レイカも出てくるんですか、そうですね、はい、で原作主人公のレイカと、ルナとの、まあ、裏エピソードも、はい、進めていくと分かっていくと思います、うん、はい、あ、いや、令和版のレイカね、ちょっと会ってみたいな、うんさっきの ルナちゃんも可愛いですけど、はい、そうですね、ゲームを進んでいくと、はい、どうなんですかね、実機だとどんな ね、 ね、確認しないとな、ね、そうですね、実機どうですか、分かんないっすよね、まあ、まあ今回はトラ実機プレイ、まあ、できます、はい、やったー、ありがとうございます、はい、やりますね、さすが敏腕、敏腕足いいちょっと私今日やらせていただけるということで、はい、じゃあいいですか、この画面、もうこの画面で大丈夫ですか、はい、こっちはあの
さっきのヤマトの発信失敗するぐらいの不意打ちじゃないそうですね、そんな難しいゲームはないです、はい、じゃあニューでいいですかね。はい、ニューでお願いします。おお、これ初出しですよね。初出しですね。おお、アニメっぽい。あ、え、ちょっと間違えてない？あれ？これ僕の大好きなやつじゃないですか。あれ？令和って聞いたんですけど。ダディマルク。あれ？あ、そうだ。これ間違えてないですか？うん、開発中ですからね。ちょっとなんか混ざってしまいましたけどね。はい、あ、プレイしてる。お、ルナがプレイしてる。ルナがプレイしてる。しかもちゃんとそのあれでプレイしてますね。このレーザーロボの火力高すぎだって。レーザーロボそこまで言ってんだ。何回死んだかわかんないよ。ルナの部屋だったんですね。入られますってこんなん書いてあって。ここなのだ。うん、誰だ、お母さん。何者かが。お母さんにして声が若い。苦労するとか意味不明だし、レトロゲームってなんで無駄に難易度高いんだ。いや、一回100円ですからね。そうですよ、簡単にクリアさせられないですよね。そろそろクリアできるかも。お。お。ああ。あ、終わってしまった。ゲームオーバーになっちゃった。ニュータイムがリバースが終わったわけじゃなかったんですね。そのリアクションは何なの？お邪魔された。パーカーかわいい、バブルだ。ほんとだ、デデオさんが大好きな、バブル、世界一です。3年後にもバブルのパーカーあるんですね。うん、かわいい。今ので2秒無駄にした。聞かれたらまず答えろ。かわいい、ね、かわいいってこれあのコメントもあります。うーってしてる。今いくつだ？17です。おお、ビンゴなのだ。ビンゴ、うん、それにしても血は争えないのだ。うん、あのお方の面影が。あのお方、あのお方、面影、面影が。うん、おお、面影が。かわいいな。かわいいですね、うん、どっちもかわいい。こういう感じでもうフルボイスで撮ってるんですね。そうですね、うん、はい、ちょっと先が気になるんでちょっと飛ばしてみますか。ちょっと、はい、あの実際買った時はね、あの、うん、やっぱ音声最後まで聞きたいですけど。そうですよね、すごい部屋の細かいところ気になる。部屋のあのパイプのラックとか。そうですね、謎のゲーム機もありますね。ね、すごいなんかノリが令和ですね。そうです、さっきまで80年代だった、知らないですよ。でもその辺との絡みもあるんですか、その前の。そうですね、ちょっとこの後そうですね、オープニングに行くとそういうシーンも出てくるかも。うん、アビー、お、名前が判明した。名前がついに、お前が物覚えの悪い陰気な引きこもりなのはもう理解。すごいな。アビーはそんなお前でも喜んでも、あの、聞きたくなっちゃう。二度とうん、は、二度とここへは帰れなくなる。ちょっと立ち絵とかもちょい動いてるのが全身顔口パクだけじゃなくて動いて、あ、何これ、え、なんかすごい展開に来ちゃった。なんか見覚えがある機械が。乗らされた。すごいですね、この住宅街の真ん中にこの、ね、謎の乗り物が。なんか時代がいろいろ混ざってる、うん、うん、お、お、あまり見せすぎるとあれなんで。どういうこと？え、ここまで？タイムリープ？あ、なんかすごいナレーション気になるけど。ここまでですか？すごい、いや、めっちゃ今気になるところで、ここから本筋みたいな感じ。もうでもなんか昔の映像みたいなの今流れてます。そうですね、今日はちょっと発出したんで、はい、ここまでということで。はい、わかりました、ありがとうございます。ということで本作の紹介はここまでなんですが、はい、なんとここで特別ゲストがいらっしゃる。特別ゲスト、はい、もう結構な時間ですよ。あ、そうだ、あんまりもうそうですね、時間結構使っちゃいましたね。はい、はい、特別のゲスト、特別ゲストの、じゃあどんな方がいらっしゃるんですか。じゃあちょっとじゃあお呼びしましょうか。はい、はい、もうスタジオに来ていただいてます。はい、はい、じゃあどうぞどうぞ、はい、お願いします。うん、わー、おー、レイカさん、すごい、レイカさんいらっしゃいました。さっきミニスタンディはこのくらいのはずだったのにね。25センチでかいですよね。僕より絶対背高いですよ。あ、
等身大なんですか、これは。すごいでかい。これは何なんですか。はい、じゃあちょっとここから、うん、はい、はい、ここが新情報の発表です。はい、スライドお願いします。はい、はいはい、なんとこれの、レイカ等身大スタンディの復刻が決定しまして、まずレイカ等身大スタンディとはですね、これもと全然このタイムギャルじゃなく、その後出たトップランディングっていうゲームの、トップランディング、はい、フライトゲームの、ゲームセンター向け反則ポップとして、作られたもの。ああ、うん、僕これ当時見たことありますよ、ゲーセンで。ジョイランドって見た記憶があります。そう、今ここに映ってるのはこの当時のオリジナル品なんですね。はい、これ今回復刻が決定しました。次のスライドお願いします。復刻したということは、はい、買えるんですかこれ。はい、なんとレイカ復刻スタンディが しかも12月14日発売ということは、ソフトと同じ日に発売となります。まあ、これ受注生産的な、ものでして、はいはいはい、予約開始日が9月25日、今日が土曜日で、週明けの月曜日に、はい、予約開始で、予約締め切りが10月31日ということで、受注生産だ。はい、お値段9万9000円とちょっとお高いんですけれども、はい、なんと復刻します。はい、あでもなんかちょっと家に置きたい、ちょっといろんなハードルがあると思いますけど、家に置くには、はい、置ける人は置けるというところでございます。はい、はい、いやすごいですねこれは、まさかのゲストでした。まさかの発表がありましたね。はい、はいはい、ありがとうございました。どちらもね、ソフトもですけども、はい、こちらもね楽しみですこれ。はい、楽しみにしたいと思います。はい、ということで、そろそろコーナー終了のお時間なんですが、富山さん最後にまとめお願いしていいですか。はい、じゃあそうですね、あのスライドの方もお願いします。はい、はいはい、今回ですね、このレイカの復刻スタンディと復刻ポスターが出るキャンペーンを開催します。はい、タイトル LD ゲームコレクションの、特装版をお買い上げいただいた方ですね、中にハガキが入ってるんですね。でそのハガキをこの、まあ、締め切りがあるんですけど、その締め切りまでに、どっちがこのポスターか復刻スタンディかどっちか欲しいというチェックを入れて送ると、なんとこの復刻スタンディ1名様に当たる。いや、どっちも欲しい人は特装版2つ買って送る。まあ、そうそう、別途個別の販売も予定しておりますけど、そうですね、はい、まあ、当たったらラッキーなのかな。まあ、ポスターは2枚セットが30名様に当たります。はい、はい、おお、なるほど。はい、じゃあ次のスライドお願いします。はい、はいはい、そんなタイトルリーゲームコレクションは、はい、通常版が、9,600円税込み、特装版はいろんな、グッズ特典がついて、19,580円税込みで、それぞれ12月14日に発売となります。はい、はい、おありがとうございます。ありがとうございます。怒涛の紹介でした ね、またレイカさんから。いいですね、カメラで見てて、はい、ということで、そろそろコーナー終了のお時間なんですが、本作を楽しみにしている方へのメッセージいただいてよろしいでしょうか。はい、これ誰かでしたっけ。あ、じゃあ僕から。はい、はいはい、今ですね、ちょっと今日紹介したゲームはまだまだ開発中で、ちょっと一部、本当に変わるかもしれないですけれども、鋭意制作中でございますので、12月14日の発売を楽しみにしていてください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。年末のクリスマスプレゼントこれ、はい、特装版です、ね、はい、ということでご紹介ありがとうございました。はい、ここまでご紹介したのは、台東から2023年12月14日に発売予定の任天堂スイッチ向けソフト、台東 LD ゲームコレクションの最新情報でした。はい、この後は22時5分から編集部一押し TGS2023 インディーのコーナーをお届けしていきます。それまでこちらの映像をお楽しみください。どうぞ。